MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。いよいよ、タミグラインテックス、マジかとなりました。で、私のところにもですね、まだ、参加してもいいよ、みたいな、メールが届きましたので、まあ、いわゆる予備予選通過といったところでしょうか。ねえ、よかったよかった。去年確か先着順になってたっていう衝撃が私、あった記憶が、抽選ちゃうのみたいなの、あれが確か去年のインテックスやったような記憶があるんですけれども、まあまあそれは置いといて、まあ、今回はちゃんと申し込みの方もしまして、抽選当たりましたので、無事参加できるということになりました。となると、まあ準備の方もしていかないといけないんで、まあちょっと、まあ今回はその辺の準備の話をしていこうかと思ってるんですが、その本題に入る前に、421。びっくりした。発売ですか。いや、まあ、いろいろもう動画出されたり、いろいろブログとか SNS とかでもね、つぶやかれてる方も多いんですけれども、やっぱり、早い。今回。まあ、420X からだいたい1年だと思うんですけど、まあね、そんなもんですよ。年に1回モデルチェンジなり、マイナーチェンジなりしてきてるわけですから、まあそういうタイミングなんでしょうけど、あ、そうかと。08R、ね、TA08R 発売されたばかりですけれども、まあもちろんね、カテゴリーが違うんで、向こうハイエンドでね、まあこちら、ハイエンド、それに対してなんて言うんやろ。普通のわかんないですけど、TA08 ということで、まあまあ違いますんでね、いいんですけど、いや、びっくりですね。だってまだ予約はしたけど手に入ってないっていう方もいて、待ってるっていう状態の中で、さらに421みたいな、いくらかかんのみたいな大変ですよね。でもまあそんな中でね、もちろん待ちに待ってたという方もいらっしゃって、もう準備万端という方もいらっしゃれば、今から頑張ってお金を工面しなきゃという方もいらっしゃると思いますので、まあ、いろいろ悩ましいことではあると思いますが、発表された写真など見ていましてもね、まあ、大体まあまあ予想はついている部分あったかと思うんですけれども、最近のハイエンドツーリングカーのトレンドにもなっている A-arm であるとか、ダンパー のマウントの仕方であるとか、まあ、大体もうどこのメーカーも最近はそういう形になってるよねっていう感じはしますよね。もちろん細かいとこ見ていくと、そのタミヤならではの味付けというか、こだわりというかね、設計のポイントというのはあると思いますので、それはまたおいおい、していくことになるのかもしれませんけれども、まあね、まあ、言うても、大変なことですよこれはね。でまあまあまあそういうことがあるなということで、一つびっくりしたというのが最近の話でした。で、まあ、いよいよその本題の方に話を持っていきますと、これね、08R、つい先日も動画上げさせてもらいましたけれども、ここのセンターシャフトが渋くなるという要因があっていうことで、カスタマーと交換っていうか、パーツを、取り寄せるみたいな話があったんですけれども、やっぱり私、勘違いというか、分かってなかったんですね。その真相みたいなところ。私、軸の長さの方を気にしてたんですけど、太さの方だったんですね。まあ、タミヤから公式にリリース出されてますけれども、もうね、ご存知かと思いますが、ベアリングが奥まで入らない、もしくは入りにくいということで、そこで渋さが出てしまって、通常というかね、スムーズな回転が得られないという、そういうパーツが含まれてるキットもあるという。全部ってわけじゃないんですよね。だから私の場合はそうなってなかったから、パーツを変えても症状としては変わってないと。これみたいな感じだったんですけどね。要は、交換の必要は、まあ、なかったというなんか結論だったわけなんですけれども、まあ、それ良かった。まあ、おそらくほとんどの方はそうやと思うんですけどもね。まあ、モーターマウントも含めて、いろいろ発表されていたことに、私の車は該当しなかったので、もう何ら問題なく走らせられるということになりました。ただ、レースに出るとなると、まだあと準備しないといけないことがありまして、ギア比はね、もうスパーもコンマ4の116枚に変えて、で、ピニオンも30枚に変えてあるので、もうこれで、
私土曜日に出ますんで、日曜日とはまたちょっと違うんですよね、いろいろレギュレーションが。で、15.5 のブラシレスで 04SR の、アンプね、ESC とかもうね、もちろんパーツは全部タミヤ製ですんで、まあまあほぼほぼ08R のキットのままですので、一部ね、その前の TA08 につけていたチタンビスを使える部分は交換して入れ替えておきましたので、キットに入ってた鉄ビスはもうあんまりついてないです。一部残ってるところはあるんですが、もう交換できるところはチタンビス今つけてます。はい、まあ、それぐらいですただタイヤ、これが違うんですよね。これいわゆるタミチャレタイヤっていう、ね、レーシングラジアルなんですけど、日曜日もこれも含めて日曜日はありみたいな、確かレギュレーションだったような気がするんですが、土曜日はミディアムナローのタイヤ限定だったような、なんだファイバーモールドのソフトミディアムハードのどれかみたいな確かレギュレーションだったと思うので、もう一回ちゃんと読み直しておきますけれども、ノウハウないんですよ。まあ どれにしたら別にセッティングも分かってないですけど、どのタイヤとどのインナーの組み合わせがいいのかっていうのが分かんなくて、前だったら C2 タイヤ、 C タイヤとか、なんなら GPA タイヤとか、いろいろまあその時々の使えるタイヤというかいいタイヤってあったと思うんですけど、今いずれも使えないんでしたっけね。ちょっと教えてほしいわ知らないんですよ、タイヤどれがいいのかで、それをまあ用意しないといけないっていう、タイヤだって真偽タイヤですよ。ダガハシさんもね常におっしゃってるあれですよ、タイヤが決まらないとなんぼええシャーシ持ってたところで全然走らないので、ここをなんとかまずこの1週間でなんとかせなあかんなというのと、ボディです。私ね今回レギュレーションで使えるボディ6種類あったかな、6種類どれも持ってないで、ベンツええな、 CLK ねええなと思ったんですけど、どこにもないでそうなるとポルシェ、やっぱ新しいボディですし、ね、ポルシェカップなんて言ってワンメイクレースされてるショップもありますんで、これええやん、ポルシェ持っとったらええやんと思ったんです。売ってない何やこれ、欲しいボディ1個もあらへんやん思ってたんですけど、あとまあいろいろ見てた中で、これええやんということで、これを今日ポケット行って買ってきましたというか、今日ポケットのシリーズ戦がレースがあったんで、まあ、それで買ってきたんですけど、ヤリス、これヤリス言っても私ね、前のヤリスは持ってるんですけど、これ違うんですよね、ハイブリッドって言って、今の新しい方のヤリスなんですよね。なんやと前のヤリスでもええんちゃうんって思うんですけど、やっぱルールはルールなんで、これを買ってきましたので、今から塗装ですよ。今日日曜日で次土曜日レースなんですけど、間に合うんかいみたいなところですね。まあいつものカラーリングにしますので、もうもうそんないちいちもうお店もしませんけれども、まあレース当日会場で、私のそのヤリスいつものカラーリングのマシンあったら、あ間に合ったのねみたいな、間に合わへんかったらレース出られないんで、なんとかせんとあかんなというところなんですけれども、まあそういうことですかね。あとまあバッテリーは普通にリフェあるしですね。で、あと充電環境ですよね。インテックスはやっぱり屋内のイベントになりますし厳しいんですよね。もちろん発電機なんか持ち込むわけにもいかないですし、バッテリーをつないでラジコンのバッテリーをつないで充電っていうのも確かできないんじゃないですか今は。これもちゃんとルール読んでいただきたいんですが、要は最近ね、このでっかい、電源になるバッテリー、リチウム系やと思うんですけれども、防災グッズの一つとして私も家に1個置いてあるんですけど、まあ、それで充電したらいいということなんで、まあ、それを電源にして、通常 の充電器使って、充電するという流れでいけると思いますし、まあでっかい4輪キャリーはダメやっていうふうになってますけれども、普通の2輪のっていうかな、
いつも使ってるやつでガラ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 電車で移動する時の、まああれで行けますんで、そしてあのインテックス電車で行きますんで、あれですよ、私あの神戸のハーバーランドを行く時も電車で行きますからね、タミグラ。別に笑うことじゃないですけどね、もう他にあんまり見かけないんでほとんどの方車で行かれるんだろうなとは思ってるんですけど、私なんかわかんないですけど電車で行くんですよ。まあまあそれは余談ですけれども、まあ、そんなことで、まあ、雨の心配もね屋内のイベントですんで関係ないですし、まあ、当日の移動がどうかっていうところぐらいですよね。で、まあ、なんと言いましてもインテックスですから、イベント、大きいイベントがね、実写の方のイベントがまあまあそこでやってるわけですから、それが楽しみの一つでもありますんで、まあ、だからっていうわけじゃないんですけれども、シングルエントリーにしておりますんで、もうあのタミグラシングルエントリーってほとんどラジコンシーヒンわけですよね。あの最初に2分ぐらいチュルッと練習して、あとは予選も2分、3分、チュルッチュルッと走らせたら、2回走らせたら終わりでしょ。で、まあまあおそらく、まあ、決勝は出らあると思うんですけど、ひょっとしてね、決勝出られへんとか予選落ちとかだったらもうどうしようもないんですけど、一応まあ決勝走る予定にはしてますんで、それでもまあ目いっぱい走っても3分ぐらいだと思いますんで、1日トータルして大体10分ぐらい練習から決勝まで全部入れて10分走るか走らないかぐらいでしょ。まあ1台ですから、時間たっぷりあると思いますんで、各ブースをねくまなく見て回ろうかと思ってます。そちらの動画はまたちょっとあのメインチャンネルの方でやっていこうかなと思ってますんで、その辺はねそれも楽しみに思ってますんで、あと、まあ、できればというかね、誰と行くとかいう感じでもうないので、現場でいろんな方と、お話とかできれば楽しいなと思ってますんで、まあね、顔見知りの方とかいらっしゃったらこっちからも声かけられるんですけど、そうでなかったら誰彼構わぬどうもとか言ってる場合じゃないんで、あ前でこう分かってもう声かけていただければ、基本的にはあどうも言うてお相手させていただけると思います。例えばもう予選が終わった後とかで、もうしこたまへこんでとかね、そうなった時に、ちょっとうつろになってるかもしれませんけど、あ、ダメでした、みたいな。そういうタイミングでなかったら、普通に今喋ってるような感じで、お話とかさせていただけるかなと。まあ、ただ、いろんなブースとか行って、全然折れへんかもしれへんけれどもね。まあ、そんなこともありながら、まあ、いよいよ楽しみにしております。インテックスのタミグラです。私も目いっぱい楽しみたいと思っておりますので、まあ、会場でね、一緒にラジコンレースできるという方は楽しく過ごせていければなと思っておりますので、まあ、レースですからね、仲間といえどもライバルみたいなことにはなりますんで、もうやる気だったら負けへんでっていうところはありますけれども、まあ、それはそれで、楽しくやりたいなと思ってますんで、どうぞ当日はよろしくお願いいたします。頑張って今から準備始めます。